経済産業省が今日発表した2019年12月の鉱工業生産は、前の月と比べて 1.3% 上昇した 98.9 となりました。3ヶ月ぶりの上昇です。業種別では生産用機械工業が前の月と比べて 15.9% 上昇しています。これは去年10月に発生した台風19号の影響を受けた品目の生産が復旧したことが大きな要因です。